何？どういうこと？落とし物届けて以来挨拶してくれるようになって。まさかゆい、ひろと先輩のこと好きになっちゃった？私はただ。美咲先輩怖いよ、気をつけないと。ひろと先輩は岸本みたいな優等生じゃなくて、美咲先輩とか派手なタイプが好きなんだろ。ちょっとれん、ゆいだってなかなかのポテンシャルがありますよ。え、あ、今度ね、編集部で変身企画があるの。一般の子がプロのヘアメイクさんとかスタイリストさんに可愛くしてもらえるの。ゆいも出てみようよ。私はいいって、そういうの苦手だし。お願い、編集部から誰か可愛い子連れてきてって言われててさ、ね、お願い。顔がいいかな。あ、こんにちは。座って、まずはメイクしましょう。はい。大丈夫、元もいいんだし、自信持って。可愛いよね、あの子。うん、可愛いです。あの子なかなかやるじゃない、小春。ありがとうございます。可愛い可愛い。お待たせいたしました。あ、美味しそう。え、美味しそう。写真撮ろう。もしよかったら私が撮りましょうか。はい、はい、ポーズ。いい感じで店員さん分かってますね。ありがとうございます。いいじゃん、キッシー、ナイス心遣い。ありがとうございます。最近仕事にも慣れてきたみたいだし、頑張ってるね。お客さんの笑顔に助けられてます。明日もよろしくお願いします。ひろと先輩？ごめん、忙しい時に。あ、いや、ちょうど今シフト終わったところだったんです。そっか。ちょっと待っててください。あのさ、これ。この間はありがとう、渡したくて。そんな。いや、受け取って。ありがとうございます。じゃあ、開けてもいいですか？うん。星のメモ使ってたから好きなのかな。嬉しいです、ありがとうございます。ひろと先輩ってサッカー部でしたよね。うん。いつも練習見てて頑張ってる、すごいなって思ってたんです。そんなことないよ、俺くらいの人なんてザラにいるし。でも中学の頃から有名だったって聞きました。過去は過去だよ。え？俺ずっと高校卒業してプロになるのが夢だったんだ。でもいざ強豪校に入学してみると周りの奴らとの差を思い知った。あんだけ好きだったサッカーなのに時々嫌になるんだ。いっそのこともうやめちまおうかなとか。もうすぐ最後の試合なのにどうしたらいいか分かんなくて。って、なんで俺こんな話してんだろうね。サッカーは先輩にとってバラなんですね。バラ？あ、いえ、読んでみてください。ありがとう。あ、じゃあ俺こっちだから。はい。ねえ、あの子って彼氏？誰ですか？いつも隣にいる男の子。カフェにもいた。レン君、お友達です。そっか、またね。